この番組はジェントワンの提供でお送りします。東京湾三番瀬、ここには自然が作り出した珍しい音風景があります。Baby, baby, baby.
はい、どうもこんにちは。こんにちは。松本の企画です。ファンクのオムニバスをやってるんですけど、なんでこれ出そうかなって思った時に、これはカンペ、3号でみんながなんかアプタンファンクとかにみんな盛り上がってるのを見て、なんか自分だけしらけてたんですよね。なんかみんながなんかアップタウンファンクを知ったから、もうファンクは知ったぜみたいな感じで踊ってんのがすごい腹立ってて、もう俺がもうファンクたるもの、ディスコたるものを何たるかっていうのを教えてやろうなと思って企画を出しました。まあそんな感じで生意気なこと言っちゃったんですけど、ちょっと音楽について最近振り返って考えることがあって、もう一言も答えが出ました。音楽とは真心なんですよ。相手のためを思ってライブをするだったり演奏するっていうのが音楽なんだなっていうかと思ったんで、なんていうんですかね、このライブすることによってこうみんなが楽しそうにしてくれるのはすごく自分にとっても嬉しいことだし、こうなんていうんですかね、ギブすることの喜びというか与えることの喜びっていうのがすごくライブにあるなと思ってるんで、そうですね、まだドリーマー入りたての1年生とか、まだ続けるかどうしようかなって迷ってる後輩とかいると思うんですけど、まあライブは楽しいよっていうのを伝えたかったです。じゃあ次の曲いきましょうか。メロウヤです。次はThank you.
かったのに。